巣鴨営業所所属者都営バス巣鴨自動車営業所は東京都豊島区巣鴨2丁目にある都営バスの営業所である池袋駅浅草周辺を結ぶ2路線を主軸に山手線の北部の駅を発着する路線を担当している営業所記号は P を用いるナンバーは練馬である都電の巣鴨電車営業所の跡地に位置しており営業所建屋は2013年まで 都電営業所時代のものを流用していた。また、2008年4月から2015年3月までは、大塚市長管轄下に置いていた。最寄り停留所は、トゲ抜き地蔵、及び、菅も駅である。両系統ともに、大塚営業所より管された路線である。学齢1系統は、上野地区から、学齢7系統は、お茶の水駅からそれぞれ東大本郷キャンパスを結ぶ、路線。 東大通学者に加え、大学校内にある東大病院への通院者や大学への業務利用、湯島地区住民の利用も見られる。2019年4月1日から循環経路に変更した。学齢1系統は、上野駅、岡地町バス停が廃止され、上野公園参加バス停が復活した。学齢7系統は、神田明神前を経由するルートにして、お茶の水駅バス停を、 茶五十1系統のリバの後方へ変更して乗車と降車が同じ場所で行われるようになった。大塚駅と錦糸町駅を結ぶ都市新バスで愛称はグリーンライナー。新大塚本郷3丁目駅間で丸の内線、春日駅石原1丁目間で大江戸線と並行する。長らく大塚営業所大塚市所が運行してきたが2015年3月の 同志所の廃止に伴い担当となった。大体からしばらくは、大塚営業所と高等営業所の共感としていたが、高等営業所は1972年11月に撤退している。詳細は、都営バス、高等営業所、516系統を、参照1971年3月18日の都電第5次撤去で廃止された、都電16系統の代替路線。 516、系統が新設されたのが始まりで、当初は区間便として、大塚駅馬屋橋、近視町駅文京区役所も設定された。1972年11月には、系統番号の整理により塚20系統になると、ともに、大塚駅馬屋橋、近視町駅文京区役所便も廃止となった。1982年には、近視町駅、 北口バスターミナル完成に伴い、総武線ガード下の停留所から発着場所が変更となった。雨や横丁などをはじめとした商業地を抱えていることや、並行する地下鉄がほとんどないことから、輸送密度が高く乗客の入れ替わりも多い路線だったが、春日通りにおける渋滞による定時性の確保が難しいなどの問題も抱えていた。このため、 それを改善することも兼ねて、1986年に、トレイ一系統に続く都市新バスシステムの第二期、導入路線に抜擢された。これにより、系統番号が、現在のトレイに系統となり、グリーン、平成に入って、すぐに、金市町駅北口再開発工事が実施され、金市町駅石原4丁目で、金市町方面が1997年まで、経路変更を行った。 天気が訪れたのは2000年12月12日の大江戸線全線開業の時である。多くの区間で大江戸線と並行することとなり、路線短縮などの大きな変化が予測されていたが、多系統とことなり運行本数の減少のみが行われ、新たなバスサービスとして大塚駅かすが駅を急行運転で新大塚、大塚3丁目、明賀谷駅、電通院のみ停車する。 急行例に系統が新設されたが、利用は震わず廃止された。また、この改正に伴い、朝夕を中心に頻繁に運行されていた、大塚駅、大塚車庫本所一丁目の区間便も大きく減少。現在は、平日朝の本所一丁目発大塚駅行き一本を、残すのみとなっている。大塚駅大塚二丁目の出入り便は、大塚二丁目菅も営業所管を、 戦国一丁目経由で改装される。平日には、大塚駅、東京ドームシティ便も運行される。巣鴨に移管されてからは、グリーンライナーのマークは、全車塗装に交換。グリーンライナーのサボを付ける車両も大きく減少し、これまでトレイに系統に入らなかった HR なども、運用に入るようになった。隅田川花火大会開催時は、大塚駅三筋二丁目と、 石原山頂目錦市町駅で分断して運行されている。元来、小久橋日暮里駅東大農学部水道橋を運行する路線として開通した。しかし、乗客潮流の変化や定時運行の確保が困難となってきたため、里48港と初代里48オツの港オに系統に分断した。 1982年に佐藤48をつけが廃止されるが、佐藤48後継統は順調に路線延長と乗客増加を繰り返し、現在は小暮橋通りを走り、荒川区と足立区を縦断する路線となった。以前は足立流通センター終点までの運行だったが、2003年より一部を埼玉県との県境に近いと練りに津橋へ2台目。 里48を付け統として延伸し、2005年に需要の高さから足立流通センター経由に変更、増発、広北6丁目団地折り返し以外のほぼすべてをトネリに橋発着とした。このトネリに橋発着便は方向幕をオレンジ色に LED の場合は、系統番号を反転表示としており、これはトネリ橋停留所の見沼台。 新水公園駅前への解消後も続けられた。出入港便は、菅野駅西日暮里駅を草63系統の経路ではなく、忍ばず通り経由で運行し、西日暮里駅日暮里駅間は改装となる。方向幕は往復ともに緑色で、系統番号の表示はなかった。LED の表示器では、特に変わった色ではない。この出入り便はミンクルガイドに記載されていない。 なお、出入小便は2014年3月31日をもって廃止となった。足立区郊外と都電荒川線、山手線、千代田線の駅を直結する路線のため、終日需要が高く、前線において高頻度運行がされていた。深夜バスの運行も平日の下り便は、日暮里駅発基準で24時30分以降まで運行されていた。 2008年3月30日に東京棟とほぼ同一区間を並行して結ぶ日暮里、トネリライナーが開通し、ミヌマダイ浸水公園駅がトネリ仏ツ橋、停留所付近に開業、停留所名もミヌマダイ浸水公園駅前となった。深夜バスはこの時に廃止されたが、統京棟はむね毎時2本で存続されている。同時に、南千住営業所との共感となった。 2012年4月1日、O46 系統を廃止統合する形で、加賀団地発着便を新設、同時に北営業所が加入し、菅も南千住、北野三営業所体制となる。1990年7月から2006年3月までは、千住営業所との共感としていたが、2018年4月に南千住営業所の担当分が移管されることで、再び、 千住営業所が参入、菅も千住、北野産営業所体制となっている。近年は、並行する日暮里、トンネルライナーの朝ラッシュ時の混雑が著しく、足立区は里48系統への利用分散を呼びかけているが、定時性確保などが課題となっている。現行の茶512000年までは、東京駅へ乗り入れていた1971年3月18日の、 都電第五次撤去で廃止された19系統の代替橋として519系統が設定されたのが本系統の始まりである。その際に通り3丁目東京駅や S 口間が延長され、新系統番号化とともに東51系統を名乗るが、1977年12月16日をもって、茶51号系統、駒込駅東京駅間と茶51四つ系統、 王子駅お茶の水駅間に分割された。同時に、橋62系統の廃止代替を兼ねて、茶51高系統が、駒込駅新橋駅に延長されるも1979年11月23日に、短縮、東京駅発着に戻った。後に、東22オ津系統東京駅丸の内北口、IBM 箱崎ビルの担当開始により、 同系統の入出庫系統も兼ねるので、東京駅の停留所が八重洲口から丸の内北口へ変更された以外はさほど大きな影響を受けなかった。しかし、1991年11月29日の南北線開業、1996年3月26日の四ツ谷延伸開業に伴い、同線とは王子駅東大農学部全館で並行することとなったため、 本郷やお茶の水駅近辺にある大学病院への需要を除くと利用客は減少していった。このため、2000年12月12日の大江戸線前線開業を機に、王子駅、駒込駅南口及び、お茶の水駅東京駅丸の内北口の両端の運行を廃止し、駒込駅南口お茶の水駅間の運行となった。 2007年3月26日より、秋葉原駅中央口ロータリーへの乗り入れを開始。当初は日中のみであったが、後に夕方以降の乗り入れも開始した。湯島1丁目、神田明神前の両停留所は、朝のお茶の水駅行きのみ経由し停車する。なお、かつての茶51号系統は、外神田2丁目東京駅やエス口間で、歩行者天国実施区間を通るため、 歩行者天国実施時間帯は、小川町駅、日本銀行前経由で運行していた。一部区間は1990年まであった東71系統と同一だった。2008年4月には2000年12月に廃止された区間のうち、茶51をつ系統が運行されていた、駒込駅王子駅間に、帰宅、コミュニティバス、経営バスが開業。 車51高系統が運行されていた須田町、万世京東京駅丸の内北口間に S-1 が開設され、曲がりなりに廃止区間が復活している。60系統車60系統池袋駅、東口大塚駅、お茶の水駅方面への足としての運行期間が長かった。天気が訪れたのが、1977年に、志村担当の東52系統の廃止による、 大塚車庫経由から南大塚一丁目経由へのルート変更時だった。また、1979年の学齢4系統、廃止によりサンシャインシティ経由へのルート変更を実施。1990年には文京区役所経由上野公園発着に改正され、系統番号が上60系統へ変更されている。かつて上池袋にあった眼鏡付属病院への足としての機能は、 学齢4系統廃止による運行経路変更により路線バスでの用達ができなくなった。また、大塚から南大塚、白山を経由する都道436号沿線の大台山や共同印刷の本社機能、工場部門の分散化などにより、下請け企業への用務者も含めバス通勤客が次第に減少していった。それに伴い運行回数面。 運行区間変更を余儀なくされた。池袋駅東口大塚駅の運行は、月から金曜は朝夕のみ、土休日は午前中く夕方に偏っている。なお、池袋駅東口の乗り場の位置の関係上、上野公園方面は池袋駅東口には止まらず、次は池袋保健所である。2015年3月に大塚支所廃止で、菅も営業所に移管された。 2019年10月12日から、後日の草63.64系統や、北営業所管轄の O40 系統などとともに、使用している池袋保健所バス停が、羽座池袋に、名称変更された。草632002年7月頃の草64、池袋駅東口と浅草を結ぶ路線で、どちらも戦後直後に設定された路線である。鉄道では、 不便な地域も多く、利用状況は比較的安定しているためか、大きな再編は近年まで行われなかった。草64系統は1958年に、富山無機乗電車営業所所管の104系統となり、トロリーバスにとって変わられ一旦廃止。その後トロリーバスが廃止されたため、ほぼ同経路で無機乗電車廃止代替路線バス604系統として、 渋谷営業所と山支所の管轄で復活することとなる。その後1971年3月に滝野川営業所へ移管され、滝野川営業所及び同昭和町分社庫の統合、移転で1980年4月に来た営業所へと引き継がれたものの、志村営業所廃止の1982年3月には、菅も営業所の担当に落ち着く。一部の便は、 西菅母で乗務員が交代する。草63系統は43系統として運行していた路線を1972年の系統番号整理で草63系統となった路線である。当初は大塚営業所の管轄であった。西菅母から菅母駅前、西日暮里駅前を経由、荒川区役所前付近で草64系統と合流し、 大勢急湖町で再び別経路をたどって、浅草こと飛吹町を終点とする。池袋駅東口から、トゲ抜き地蔵前は特に需要が多く、菅も営業所の最寄りであることから出入小便も存在するため、遠く間の折り返し便が早朝を除く全日に多数運行されている。浅草側からも菅も駅発着の出入小便が一部で運行される。 池袋駅東口における乗り場の位置の都合上、池袋駅東口10番乗り場は経由せず、次は、針座池袋である。草64系統も同じく、池袋駅東口と浅草を結ぶ路線で、草63系統と、ほぼ同時期に設定されたものだが、草63系統が、菅野駅荒川4丁目で、比較的狭い道を走行するのに対して、 明治通り経由で走る。また、一部出入庫運用として、浅草雷門南とゲヌ基地倉前系統便が設定されている。2006年4月より、南千住営業所と共感になったため、出入庫便のうち数本は、南千住営業所担当便が運行していた。滝野川営業所時代には、乗り継ぎ者として、字幕としては、浅草こと吹長を表示していたが、 乗り継ぎ車の看板をぶら下げて、営業所の車庫構内に入っていき、中ドアと中ドアを合わせて停車し、乗客を乗り換えさせて、乗務員と車両を交換するダイヤが存在していた。また、滝野川車庫全行とは別に、昭和町車庫全行も設定されていた。2003年に両系統とも経路変更が実施された。草63系統は2回行われ、 前者は戦争時などの浅草中心部へのアクセス改善、後者は草64系統と乗り場が異なるなどの問題を解消するためと思われる。草64系統も浅草周辺で経路変更を行い、浅草界隈のルートが大きく変更されたが、2010年4月1日から草63系統の経路が元に戻り、草64系統は南千住営業所との共感を解消した。 2015年3月30日から、豊島区役所新庁舎もよりバス停となる、東池袋1丁目発着の草63の2、系統が設定され、池袋駅東口初棘抜き地蔵前行の LED 表示に地蔵が表示されるようになった。草63系統及び草64、出入系統は、浅草と巣鴨を最安で、また、唯一の直通ルートとなるため、 駅での乗り換えの際の階段昇降の手間を嫌う、高齢者などを中心に利用客が非常に多いようで、ある。ただし、地下鉄利用と比べて所要時間は長くなる。雷門一丁目の乗車用停留所は、かつて、滝野川営業所と担当が分かれていた、当時の浅草こと武器町の池袋駅、東口行きの乗車用停留所であり、名前の変更のみで、場所の変更はない。しかし、 草64系統の乗り場が変わってしまったので、以前は交互にほぼやってきて、乗り通す乗客にはサービスになっていたが、現在は草64系統の乗り場が変わってしまったので、この場所からは草63系統と草43系統しか乗車することはできなくなってしまった。1969年10月26日の都電。 第四次撤去で廃止された17系統大体の517、落67池67系統が前進。1990年7月21日の改編で、一橋発着が大幅に減便されると同時に、トレーニ系統に編入、トレーニュオーツ系統となった。2008年4月に、長年担当してきた、大塚営業所から菅も営業所へと移管されたが、 2015年3月30日には、小滝橋営業所に移管された。詳細は、都営バス小滝橋営業所と例におつ系統を参照本来は、深川営業所の路線だが、一時期菅も営業所も担当していた時期がある。後に、深川営業所の単独所管となり、その後は路線延長により東16系統として、現在に至る。詳細は、都営バス、 深川営業所東16系統を参照1989年4月10日に開通、同年12月15日には、土休日のみ、運行の東22平系統が設定された。当初は、千住営業所、高等営業所との3営業所共感だったが、1993年3月27日に、高等営業所が撤退の上東22平、系統も廃止。 1996年3月30日には、千時営業所も撤退し、菅も営業所の単独となっていた。その後、2000年12月12日に、高等営業所へ再移管の後、鳩とばす黒路線化により2008年4月1日付で、臨海支所に移管の上東20を付けへ等となる。その後、2012年3月31日をもって廃止となった。詳細は、 トエーバス臨海支所東二0をつ系統とうを参照1九9 0年七月二十一日にそれまでの今井上えの公園間の路線を亀戸駅で分割した路線で当時の大塚営業所と菅も営業所の共感となったその後1九9九年三月三十一日に菅も営業所の担当便が高等営業所へ移管されさらに二千七年三月二十六日には 大塚営業所の担当日も南千住営業所に移管される。鳩バス委託路線化により2009年4月1日付で全便が青都市所に移管された。上野公園菅野営業所間の出入庫は団子坂下、道坂下経由、上58系統のルートで改装されていた。詳細は、都営バス、青都市所、上26系統を参照本来は、 北営業所管轄の路線だが、2012年4月1日から一時期共管としていた時期がある。しかし、2014年3月31日をもって短期間で北営業所単独に戻っている。詳細は、都営バス北営業所東43系統を参照を足立区のバス路線再編計画に基づいて開設された路線である。王子駅前宮城二丁目間は、 お45兵の両系統と同経路をたどり、埼玉県川口市との境界付近にある、加賀団地とを結ぶ。運行回数は、最大で、毎時いから2回程度、加賀団地方面の最終便は循環運行せず、加賀止まりとなる。当初は北営業所の管轄で、荒川土手を経由していたが、日暮里、舎人ライナー開業の際、菅も営業所に、 遺間の上一部区間で漢七通りと小グ通りを通るようになり荒川土手を経由しなくなった。2012年3月31日をもって廃止、大体で日暮里駅発着の里48系統に加賀団地循環が設定された。里48系統の項を参照。1968年2月25日の都電。 第二次撤去で廃止された35系統の代替路線として開設されたが、1974年に一橋までに短縮され、水59系統となった。菅も営業所が所管した最初の路線でもあり、都電から引き継いだ当初は、都営バスでも随一の乗客数を誇る路線だった。しかし、都営地下鉄6号線の延伸開業により、 同線と全線にわたり並行するルートを通っていた本系統は乗客も本数も激減したこのため何度か廃止候補に上がっていたものの文京区の反対で長らく存続していたが2000年12月12日に廃止文京区役所一橋間は平日土曜朝のみ運行されると例におつ系統の一橋発着便だけが残ったその後カスが 西方地区などの一部区間に、文京区のコミュニティバス、B イーグルの千駄木、駒込ルートが運行されている。詳細は、都営バスコ瀧橋営業所とレイニオツ系統および、B イーグル、千駄木、駒込ルートを参照江戸川協定上の無料、シャトルバス。2012年4月1日からの1年間は、菅も営業所も担当していた。現在は、 高等営業所と江戸川営業所が運行している。詳細は、都営バス江戸川協定関連を参照。ありがとうございます。